昔あるところに恋人を亡くした一人の魔法使いがいた。彼が求めたのは死者を蘇らせる禁断の秘宝。余分を課す者に降りかかるのは厄災のみと知りながら、何故人は求めるのか、禁地を超えた魔人の力を。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、若い旅人の行く手を阻む。旅の道連れは伊東のラクダ、丘を乗り越えて町へと向かう。魔法のランプが欲しくはないか、うさんくさいひげの男がささやいた。薄暗い路地裏での駆け引き、彼は男が持ち出した条件を飲んだ。ランプをこすると魔人が現れ、三つの願いを叶えてくれるという。願い事を一つ譲るという条件で、彼はそのありかを聞き出した。そのランプは南西にある洞窟に封印されているという。片足が悪い男の代わりに彼は穴の中へと降りた。砂漠の下には大きな空洞、冷たい空気が背筋をかすめる。洞窟の奥には怪しい祭壇、黄金のランプと古びた絨毯。ランプを手に取ると洞窟が崩れた。ランプ早くこっちへよこせ、男が叫んだ。忘れ物はありませんか？暗い闇の中、懐かしい声を聞く。暖かな光、愛しい声を聞く。あなたはまだこっちへ来てはいけないわ。やり残したことがきっとあるはず。暗い闇の中、懐かしい声が言う。暖かな光、愛しい声が言う。失われたもののために少女、泣きながら微笑んでいた。いにしえの罪と罰のランド、ランプに閉じ込められていた。愚かな私を出してくれたマスター、さあ願いをどうぞ叶えましょう。幾千の孤独に震える。そして彼は願った。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、若い旅人の行く手を阻む。旅の道連れは二頭のラクダ、長い黒髪の少女が一人。
こじマングさんのパートじゃなかったかもしれない。ちょっと不安になっちゃった。そしてなんか願ったところってあれって違ったっけ、もしかしたら違うかもしれない